やっぱり、というか、黄昏の狩人。それが、最後にある。いろいろあって、土台にした、そこ、には最初、強いイップエプロンがあって。普通、だ、そこに、昭和天皇の権利。結論で言うと、その、黄昏の狩人、に依存する結果、イップイップ絶対論がそこに発生。しかし、オリジナルはさすがにうまくいかなくなり少し考えを変えてるわけだ。しかし、コピーは更新ができないから、古いままの、それ、を抱えていて、そこに依存。多段階で、狂気がある。民主主義的に、一夫多妻でもよかった人を強引に引き裂いた、加害者の意識は？逃げ場を求めて、昭和天皇の陰謀、依存し、そこには強いイップイップ論があり、逃げ込んだ人々はそれを、神格化した。それはコピーであり、盗品であり、またイップイップだけでは、商店街は活性化しない現実があり、